ママからのお時間がやってまいりました。今日は富山県に来ています。はい、そして富山県といえばホタルイカ。これからこのホタルイカミュージアムの中に入って見て、まあその後ホタルイカを召し上がる、食べれるか分かりませんが、まあとにかくここへ今から行ってみたいと思います。お、冷たい。深層なんか深層水だから、なんか5度なのって冷たい。これからホタルイカを次回素手で触ってみたいと思います。なんかね、怖いんだけど。冷たいし怖いんだけど。噛むんだって。あ、怖いよ。怖い。あ、怖い。冷たい。冷たい。冷たい。我慢できない。どうしよう。これ限界。これ怖い。半端ない冷たい。ほら、どう？でね、ちょっとこうやって揺するとね、光るんだって。あ、水出した。ちょっと待って。痛い。だからみんな出しちゃうんだ。光るって言ってたけど、どこが光るんだろうね。ちょっと痛い。あ、感じる。9番。映った、今の。ねえ。すごい吸い付いてた。吸盤で。あの、もうね、ぬるぬるしてる。今、これがホタルイカの全身発光。で、みんなこのホタルイカのこれ足だと思ってるでしょ。実はこれね、腕なんだって。で、光るのはこの先。先っちょだけが点で光って見えて、あとお目目のところが点に光って見えるんだけど、今これブツブツブツって見えるけど、実際はこの全身反光の時だけちょっとこうふわーんと柔らかい光になるんだって。だからまあここが強いよね、腕の部分の光が強いんだって。それでさっきこう触ったらこの辺にね、口があって吸盤のようになってて、くっついた手のひらに。でもね、こうやって見てるけど、この後ホタルイカ食べるってちょっときついよね。ほら、ね、これダイオウグソクムシ、深海魚。ね、ここ行ってみましょう。いた。でかい。うわ、ねえ、これ見て、この水槽、ほら、お腹の、ちっちゃいかな。ねえ、お腹のところ、ほら、なんか、何、もにょもにょ動いてるの分かるかな、あれ。むにょんって、ほら、何あれ。あそこにティンティンがあるのかな。顔映る？すごい。うわ、何？もしかしてさ、これ目？目？なんかすげえ睨んでるよ。おい、死んだ。動かない。なんとも言えないこのね、顔。この子が食べるのご飯はニギスって、お魚みたいだよ。ニギスってなんだ。ここがね、2階がレストランだね。そしてこっちがホタルイカミュージアムの入り口。そしてこれが後ろに見えるのが、あれが道の駅っていうか、お土産売り場だね。ほら見て、ホタルイカの天ぷら、お気づけとかね、こう干物、ホタルイカ尽くしですよ。これで2200円。ホタルイカを見た後にこれを食べる勇気はございません。はい、まあこんなところだったんですけど、まあ大体ホタルイカはメスがほとんどなんだって。そして寿命は
1年ポッキね、ちょっとかわいそうになっちゃった。ぜひ興味のある人は来てみて。じゃあねー。